ここからは健康的で栄養バランスの良い食事がご自宅で簡単に食べられるナッシュとタイアップしてランチタイムリポートをご紹介していきます。改めまして皆さんこんにちは、ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。タイアップ特別コーナーをお届けしていきたいと思いますが、まずはこのナッシュについて簡単にご説明をしていきます。こちらをご覧ください。ナッシュでは60種類以上のメニューから自宅に届いたらレンジでチンするだけで本格的な料理を食べられます。どんなメニューがあるのかこの後の時間でご紹介していきたいと思いますが、まずは今日もですね元気にランチリポートをご紹介していきます。さあではどんなリポートが届いているのか早速見ていきましょう。まずはこちら、広島県三次市からです。リポーター名せんにゃんさん。ブランチにフレンチトーストチョコバッキーのせということで、わあこれは美味しそうですね。何乗ってるんですか。チョコバッキーですって。板チョコ、わあたまりませんね。でデザートも満足感バッチリということで、では続いて見ていきましょう。お次は群馬県高崎市、リポーター名すずめさん。こんにちは。曇り空、お昼ご飯のり巻きいなり、これ食べて午後もファイトスマイルですということでいただいておりました。手作りですか。手作りのり巻きとお稲荷さん、美味しそう。もうね具が飛び出てますよこれ。美味しそうなランチリポートをいただいておりました。さて素敵なリポートをご紹介していきましたけれども、ここからはですねタイアップということで、なんと糖質塩分に配慮したナッシュのお弁当を実食しながらご紹介していきます。いや嬉しいですね。それでは今日はこちらになります。じゃじゃーん。皆さんにもご覧いただけているでしょうか。今日はですねニンニク醤油唐揚げということで、実食していきたいと思います。もういい香りがこのスタジオ中に漂っていますけれども、さあこちらですね大人気のニンニク醤油唐揚げだそうで、ニンニクを効かせた醤油味がよく染みているんだそうです。幅広いユーザーに愛されている一品です。鶏もも肉を使用しじゅわっとジューシーに仕上がっています。リニューアルされた副菜はじゃこピーマン、レンコンきんぴら、大根と春菊の味噌だれとなっております。さて実際にこちらのお弁当がこのような形なんですけれども、はいね、見えますか。こちらがじゃこピーマンで、こちらが、レンコンのきんぴら、こちら、大根と春菊の味噌だれで、これがねニンニク醤油唐揚げということなんですけれども、どれからいきます。やっぱり唐揚げ、やっぱり唐揚げがいいかな。どうしましょうね。コメントで皆さんちょっとね、あ副菜も美味しそう。本当にねこれはもうどこから食べようか迷ってしまうんですけれども、やっぱり唐揚げから食べてもいいですかね。食べたいんですけれども、ではいただきます。いいかな、食べていい、食べていい。さあではどんなお味か楽しみです。いただきます。おいしい。うん、すごいジューシーで、本当にお肉が柔らかいですね。うん、本格的、おいしい。もうね皆さんみんな大好きな唐揚げ、すいません一口で言っちゃいました。美味しすぎてね一口食べたくなっちゃって食べちゃいました。さて唐揚げをね今美味しく、もっとね4個入ってるんですけれど全部食べたいところですが、副菜にも行きたいと思います。どれから行きましょう。美味しそうに食べるね。ねそうなんです、美味しいからです。ではじゃこピーマン、じゃこピーマンって私とっても気になっていたんですよね。うん、ではピーマンをこちらいただきちゃいたいと思います。あ結構彩りも豊かで、赤
ピーマン、パプリカも使われてるのかな。じゃこと相性が良さそう。ではいただきます。おいしい。あ、これは結構和テイストの、うん、優しいお味がしますね。なんか量もちょうどよくって本当にいいですね。で、真ん中に入っているのが大、レンコンのきんぴら。これ結構ピリ辛なのかな。いただきます。うん、うんふん、とっても好きな味です。おいしいこのね、ちょっとした量をやっぱり自分でご自宅で作るってなかなか手間暇かかるじゃないですか。これもこれも食べてってことで、わかりました、食べます。はい、食べますね。これはですね、大根と春菊の味噌だれです。うん、こんな形なんですね。結構食べやすくなってます。うーん、おいしい。うん、シャキシャキします。とっても、唐揚げもう一個食べたいですけどね、ここまでもう一個食べてもいいのやった食べちゃおういただきます。うーん、うん、うん、でもこんなに、うん、そんなにニンニク感が強くないんですよ。なので私ね、今キャスターでこれからも番組続けるんですけれども、匂いも気にせず食べられます。ごめんなさい、もぞもぞしますねさあ、ということで、うーん、美味しかった。いや、これね、まだ今3分の1も食べていないので、これからゆっくりと味わいたいと思うんですけれども、完食してもいいんやで。本当ですよね。でも1回のお食事に本当にね、ちょうどいい分量で、お弁当を作っていただいているので、皆さんにもちょうどいいかなと思います。さあ、ということもあって、唐揚げね、2個もいただいちゃいました。本当にありがとうございますさあ、というわけで、チャットのね、皆さんもコメントたくさんありがとうございました。いかがでしたか。食べたくなりますよね。うーん、唐揚げってみんな大好きなので、これ本当に大人気かなと思います。今いただいたナッシュでは、自社専属のシェフ、栄養管理士がメニューを調理開発しており、美味しさにもこだわっています。レンジでチンするだけで自宅で本格的な料理を食べられます。忙しくて自炊はできないけれど、健康的なご飯を食べたいという方や、自炊だと食材を余らせてしまって逆に割高なんていうお悩みを持つ方にはぴったりかもしれませんね。さらに今回はこのウェザーニュースライブとタイアップということで、こちらナッシュさんから期間限定で初回購入のみ全セットを3回目まで1000円オフでご購入いただけるそうです。これならお試ししやすいですね。皆さん、簡単に美味しい料理が食べられます。こちらの私たちが写っているページは YouTube の概要欄、もっと見るをタップすると表示されます。こちらのもっと見るをタップしないとページの URL が表示されませんので、ご注意ください。さて、こちらのページをご覧いただきましたけれども、もっとね、たくさんの種類があるということですので、皆さんもチェックしてみてください。改めまして、ナッシュさん、どうもありがとうございました。そして、ごちそうさまでした。ここまでウェザーニュースキャスターの小牧結衣がお送りしていきました。